今回企画展にまた来ています。いつもの常設展で出てらっしゃる浅井海右衛門さん、これの浅井海右衛門さんの企画展を工藤さんにいつものような解説とともにご案内いただこうと思います。工藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとなんか今日肌寒いですね。そうですね、もうゴールデンウィーク間近なので、はいはい、ということと宮島さんが異動になっちゃったんですよね。で、宮島さんの後任の方をご紹介しようと思います。安倍さんです。はい、八島さんから広報担当を引き継ぎました安倍と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。安倍さん、明るいキャラクターだということで、はい、いろいろと八島さんに代わって、はいはい、いろいろご案内もまたしていただけるということで、はい、試食もね、してもらえるみたいなんで、じゃあ行ってみましょうか。中によろしくお願いします。安倍さん、なんか八島さんの後任ということですけども、この広報の前は何されてたんですか？広報の前はですね、昨年美術館に移動してきまして、1年間総務の仕事をしておりました。その前は？その前は環境政策の部署にいまして、横須賀市の美術館じゃ横須賀市役所の方で、自然環境を守ったり、保全するような部署にいまして、どんなことしてたんですか？田植えとかしてました。田植え八島さん、何してるんですか？どうもご無沙汰しております。その学校は？いや、もう美術館の安全と平和を私が守る設備担当の八島です。いや初心者マークも、まだ設備初心者ですから。いや、今日ね、撮影があるって安倍さんから聞いたんで、どう、ちゃんと空調と照明効かしといて、バッチリです。でしょ、まあ、こんな感じですよ。あれ、今日は安倍さんが案内してくれるんじゃなかったの？そう、でもなんか その格好とその勢いは、私がやるって感じで。いや、何おっしゃいますかね。もう安倍ちゃんのデビュー作ですからね。皆さん、安倍ちゃんよろしくお願いします。どうします？もう先輩やっぱ譲ります。せっかくなのでお手本を。いや、ちょっとマッチング甘い。ちょっとおめかしし忘れちゃった。あららら、やだ、もうちょっとどうしよう、おめかしし忘れちゃった。これもひょっとしたらちゃんと仕込んできてるの？ねえ、しょうがないですね、今日はね。あら、優しい。ということで、今回また八島さんが参加されて、釣られるということになりましたんで、じゃあスタートしましょう。はい、よろしくお願いします。一番最初のお部屋ということで、この作品すごいですね。そうですね、丘の上という作品で、非常に大きい作品ですよね。その展示室に入っても本当にすぐ目に飛び込んでくる大きな作品なんですが、浅井観衛門 の代表作の一つです。今まで企画展で浅井観衛門さんの作品見てたんですけども、なんかこの部屋見ると全然今までの印象が違うなっていう感じがしますけど。そうですね、改めてこういう大きい部屋に並べてみると、こう浅井観衛門の力強さだったり、あとこういうなんていうか、ちょっと幻想的な雰囲気の作品っていうのが、これだけこう集まってくると違う印象を確かに受ける方いらっしゃると思います。浅井観衛門さんってどんな人だったんですか？はい、生い立ちから言いますと、もともとは生まれは大阪の方なんですが、その後は上京してきて、学校に通っていたわけじゃないんですけれども、画家を目指すようになりました。でその後もちょっと放浪癖と言いますか、友達の家を転々としながら、その場所場所でこう絵を描いていって、そこに住んでいる画家の友人だったりとか、さまざまな方と交流しながら、自分の作品というのを作り上げていった人です。社交的な人だったんですか？そうですね、ある意味社交的な人なんだったと思います。友達の家に住んじゃうぐらいですから、やっぱりこうある程度人に好かれたりとか、なんかこう人にちょっとお願い聞いてもらったりとか、そういうことがやっぱりできる方だったんではないかなというふうに思います。こうおっしゃったように、社交的な部分もあったりとか、でも気難しい部分もあったりとか、そういうこうすごく幅の広い方というか、深幅がある方で、友人もすごく多い方だったなというふうに、皆さんの話聞いていると思います。なるほどね。じゃあいろいろとご案内ください。はい、で安倍さんどっか行っちゃったんですけど。はい、お呼びで。あれ、またいや大きいですね。安倍さんは？ミラクル展示です。
じゃあ今回はまた八島さんと一緒に回るということで、はい、はい、よろしくお願いします、はい。工藤さん、この作品も有名な作品なんですね。はい、あのこちらの作品も浅井貝物の代表的なシリーズの一点になっていまして、うん、電線風景というタイトルです。電線、はい、そうなんです。あの、うん、一見そう見えないとも思うんですけれど、浅井貝物があの横須賀の田浦に住んでおりまして、はい、その田浦駅っていうのが JR と京急線2つあの電車あの駅があるんですけれど、ちょうどそこで電線が交差している様子っていうのが、うん、あの浅井貝物非常にこう印象に残って、あの、まあ、電線ももちろん普通もっと細いんですけど、うん、浅井貝物のこう解釈ですと、どんどんこの電線がなんかまるで生き物みたいにどんどん太くこう空を張り巡らせるような、あこういう迫力あるこう太い線がこうのたうっているような、まあ、そういうシリーズに変わっていきました、はい。あとはここもちょっと注目していただきたいんですけれど、はい、なんかちょっと動物が踊っているみたいな風に見えると思うんですね、うん、でもあのちょっとシェフの方こちらに行きますと、実はこれそれ前に描いたあのデッサンなんですけれど、うん、これ田浦風景ってあるように田浦風景描いてるうちにどんどん木がこう動物みたいに徐々にこうデッサンしているうちに変化してきて、でそれをおそらくこちらに取り込んで行ったのかなというふうに考えられます。あ、じゃあそう考えれば電線も何かこう生き物、本当に生き物ですよね。そうですね、なんか浅井貝物のこう想像力が入ると、まあ、こんなふうにどんどん絵として変化して、うん、こういう作品になっていったというふうに考えられます。なるほどね。工藤さん、このバラっていうのもまた一つのすごい大きなテーマなんですって。そうですね、あの特に晩年にあの浅井貝物があの、うん、集中的に描いた作品の一つです、うん、でこちらで見ていただいているバラっていうのはあの絵の具の厚塗りが結構すごいですよね。確かに、はい、だから近くで見るとなんかバラってわからないぐらい、うん、こう絵の具の盛り上がりっていうのがすごく印象的っていうことと、うん、それから非常に色が鮮やか華やかっていうところですね、うんうん。あの割と浅井貝物も先ほど見ていただいた作品はこう重厚な、うん、あの色調のものが多いと思うんですけれど、あの鎌倉の由比ヶ浜に移ってからは色彩も明るくなったりですとか、うん、あのこうした華やかな作品というのが、うん、あの浅井貝物の特徴の一つです。なるほど。八島さん、はい、今分かった。はい、なんとなくそこ立ってるけどそれなのね。そうなんです、バラです。はい、もう浅井貝物といえばバラですよね、はい、これをしたかったから出てきたんだ。いや今回そうなんです、もうお気づきいただいてありがとうございます実際あのお客様でも、うん、あのこちらのバラを楽しみに展覧会にお越しいただく方が多いんですよね、うん、もう当館を代表する作品の一つと言ってもいいですよね。工藤さん、そうですね、こちらの作品は、うん、あの浅井貝物の絶筆最後の作品。あ、そうなんですか。はい、なんですね、うん、あの最後に描いた作品とは思えないぐらい力強い。そうですね、はい、あ、まあ、最後の最後までこう絵を描き続けていたという作品になります、うん、なるほど。この部屋はどういうあれなんですか、最後。はい、こちらの最後の部屋は浅井貝物が最後に住んでいた鎌倉の由比ヶ浜をのアトリエというのをちょっとテーマにして展示しています。その浅井貝物はすごくご自分のアトリエにこだわりを持っていまして、あの設計したりですとか、それからいろいろなものをコレクションしていたんですね。例えばちょっとこの後ろにあります大きなお人形だったりとか、こちらに水亀がありますけれど、まあ、骨董品を集めていたりっていう、そのあとそれから布ですね、布なんかもこうコレクションしていて、そうしたものがこうアトリエの中に展示したり、またそれを自分の絵に描いたりっていう、こう自分の家の中がもう作品みたいな、あのそういう、こう浅井貝物の独特 の、うん、あの家の中といいますか、家の中と浅井と作品がつながっているよっていうところをこうぜひ作品と資料を通じて両方見ていただきたいなっていう、そういうお部屋になっています。なんかあれですね、あの工藤さん、なんかこれ今実際の立体なんですけれども、私あの絵画の方の作品で見覚えが
あるんですけれども、浅井開聞こういうところに描かれている図像っていうのを生かしてそれを絵に描いたりしていましたので、絵の方を先に見てなんかどっかで見たことあるなって思うところはあると思います、はい、そうしたね、物と物が絵に描かれているっていう様子が分かってくださると嬉しいなと思ってます。すごいですね。で日高さん、なんとこの展示室さん、この部屋撮影 OK なんですって。あ、撮っていいんですか、ここ。はい、工藤さんありがとうございます。没後40年浅井開聞展は6月18日日曜日までの会期となっております。そして今回の図録も好評販売中です。はい、今回はこちらの図録に合わせましてこちらにありますミニイラストガイドというのを作成しました。こちらは浅井開聞の生涯と代表作が16ページにイラスト付きで気軽に読めるものになっております。こちらは図録とセット販売、そしてイラストガイドだけ見たいという方はホームページにデータが載っておりますのでそちらは無料でご覧いただけます。はい、ぜひお買い求めください。じゃあ浅井開聞さんのコラボメニュー菅井さんが考えましたので一緒にいただきましょう。はい、楽しみ。でところで、あれ阿部さんもまた座ってるけど、はい、どこ行ってらっしゃったの。田植え。そうですね、田植えから戻ってきました。あ、田植え行ってたの。はい、忙しいですね。でも一緒に食べましょうね。はい、はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、お待たせしました。あ、なんかすごいの来た。じゃあこちらが今回の浅井開聞展のコラボメニューの浅井開聞のバラの作品をちょっとモチーフにして考えた料理になります。で、まあ浅井開聞の重厚な絵と、まあこっちは濃厚な味で、であとはその花の鮮やかさですね、それのイメージでちょっと作ってみました。なるほど。じゃあいただきましょう。これお肉の部位は何ですか。豚バラ肉ですね。バラ肉をお水でコトコト柔らかくなるまで煮込んだものに、マスタードと香草パン粉で仕上げたお料理です。バラ肉、これ八嶋さんがなんか仕込んだんでしょ。バラとバラ。バラだけに。っていうわけじゃないんですよね。そんな寒いこと言わない。寒いって。バラ。どう阿部ちゃん。おいしい。ちょっといっぱい入れすぎました。すごい。塚井さん、これはランチで食べられるんですか。ランチのコースの、メインとして提供してます。じゃあこれが今回のコラボメニューということで、ぜひ美術館に食べにいらしてくださいね。はい、じゃあ待ってます。ちょっと待ってください。もう一つちょっとコラボメニューがありまして、今回ラリック美術館との、箱根のラリック美術館とのコラボも現在してまして、それのコラボメニューもちょっと、お見せしたいので、こちらのメニューの、ジェラートの中から一品お好きなものを選んでいただいて。いっぱいある、どうしよう。はい、この度は、所蔵品の展示室の第4室でアートでつなぐ山と海というテーマで、展覧会を行っています。ちょっと不思議なテーマだと思うんですけれども、実は、山と海、山というのは箱根のことです。海というのは横須賀のことで、横須賀の美術館で箱根にある美術館の作品を紹介するというシリーズを今後続けていきたいと思っています。でこの度が第1回目で、箱根ラリック美術館さんの所蔵品をご紹介する展示を行っています。で今やっぱりマイクロツーリズムの需要の高まり、ちょっと楽しい遠出をできるようなそういう場所として、箱根横須賀っていうのはそれぞれ魅力的な観光地だと思うんですね。それぞれの場所でそれぞれの魅力を発信する、そういうテーマで、連携を行っていこうということで、この度こういう展覧会を行っています。明日への祈り展ということで、ラリックと戦火の時代というサブタイトルがついています。ルネ・ラリックはフランスのジュエリー作家でありガラス工芸家としてとてもよく知られている人なんですけれども、実はちょっと知られざる一面というのがあります。
それは第一次世界大戦の時にですね、ラリックはやっぱりメインになるそのガラスの仕事、ジュエリーの仕事っていうのが戦争時代っていうのはできなくなっていくんですよね。でその時に何も仕事をしないのではなくって、その戦争で、大変な思いをされている ご家庭のためとか、それから兵士の怪我をした兵士のためとか、そういうことでのチャリティーの活動に積極的に取り組んでいきます。例えばチャリティーのための小さなメダルを作ったりとか、ピンバッジのようなものを作ったり、フラッグピンのようなものを作ったり、そういう仕事をたくさんしています。でそういう側面で見ますと、ラリックというのは実はそのフランスに対する愛情というか、愛国心というのが非常に強い作家だったということが分かります。ラリックのモチーフとしてよく知られているもので、おんどりのモチーフがあって、ラリックは花瓶ですとかお皿ですとかブローチですとか、そういったものにおんどりのモチーフをよく取り入れているんですけれども、実はそのおんどりっていうのもフランスの象徴という側面があるんですね。ですのでそのフランスに対するラリックの なんて言うんでしょう愛情というか思いというか、そういったものが込められた作品なんだということも、こういった側面からラリックを見ていくとお分かりいただけると思います。そういうラリックのよく知られている一面のもう一つ裏側にある意外な一面、それから思いがけず積極的に取り組んでいた、精力的に取り組んでいたそのチャリティーの仕事、そういう知られざるラリックの一面というのを今回の展覧会でぜひご覧いただけたらというふうに思っています。私はやっぱり湘南ゴールドですかね。お、はい、私はもうやっぱ香山農園さんのイチゴよね、はい。いつも6種類あるんですかこれ。そうですね、常時6種類置いてます、うん。じゃあベーシックにバニラ。バニラで、かしこまりました。はい、じゃあ倉子さんお願いします。はい、バニラ、はい、かわいい、かわいいですね、うん、すごい。でこちらが、一応ラリック美術館とのコラボメニューというか、ラリック美術館は横須賀の食材を使った、まあ、コラボメニューを提案してまして、うん、うちも、まあ、箱根の、まあ、食材というか箱根の温泉の温泉まんじゅう、これがそうなのね、はい、を、仕入れて、うち のフリットミストとかのビール衣で、揚げてます。だそれと最近始めたフードトラックのジェラートを合わせた一品になります。待って、まんじゅうが上がってるって、ね、そうですね、まんじゅうのこう熱々な感じとジェラートの冷たい感じを、うんうんうん、あ、音がいい、いい入ってるかな、サクサクって言いますか、うん、あったか冷たいがいいですね、うん、そうです、うん、確かに空のジェラート、うん、まあ、今回の2つの企画展のコラボメニューということで、はい、まあ、両方ともなんか食べに来ていただきたいですよね。であとね、このバッグ、フードトラック始めました。これまた別の動画で撮ってますので、そちらの方も見てください。では横須賀美術館への ご来館お待ちしております。お待ちしてます。はい、お待ちしてます。